今週のゲストはアスミカナちゃんです。イエスアスミスパヨパヨ。イエスアスミスパヨパヨ。あ、じゃあ高橋で返した方が良かったですよね。あ、そうだね。あ、じゃあイエス高橋、うん、パヨパヨ。ちょっと待ってよ、高橋じゃないから。危ない危ない。ま、言っても私高橋もあんま気に入ってないけど。あれ、ミカコス。ミカコスのがまだ、なんか高橋ってさ、だってさ、なんか田舎っぺみたいじゃない？そんなことないですよ。すごいみたいな。すごいもうみたいな都会っ子のイメージですよ。よく言うよ。高橋ミカコス。しかもちゃんとはって発音しないから高須にしか聞こえない。高須。あ、じゃあやっぱイエス高須。高須。イエス高須。それクリニックだからね。私違った。クリニックじゃないからね。間違えました。すいません。どうもアスミカナです。ブログやってます。あ。ですね。はい。そうだ、ブログ、じゃあ見に行けば、はい、アスミスのいろんな素敵な毎日の情報が手に入るわけですな。いや、あんまり入らないです。なんだよ更新はあんまり毎日ではありません。あ、そうですか。はい。でも、お仕事情報とか頑張って、うん、頑張って更新するようにしてるので、もしご興味あれば、うんうん、アスミ日和です。うん、感じです。それ、イエスアスミスに変えた方がいいんじゃない？え、ブログタイトル。うん。イエス・アスミス。うん。だってイエス・アスミスがもう浸透しまくってるよね。でも、うん。ああ、そっか。うん。イエス・アスミスの語源はですね、うんうん、由来は、うん、松木美優さん。あ、そうそうね。そうがつけてくれたんだよね。美優ちゃんさえいいって言ったらいいんじゃない？あ、そっか。うん、うん。じゃあそうします。聞いてみちょっとメールでもして聞いてみるといかがでしょうか。聞いてみようかな。はい。